はい、今日はワイルドターボファン社から発売されました新しい空冷ファン30ミリ角の、商品について説明したいと思います。こちらが今回新しく発売された製品です。そしてこれがこれまで発売してきた30ミリ角のハイスピードファンになります。外観上の違いで一番大きいのはこの風が出るところですね。出てくるところに9つのモールド設けました。ここに風が通ることによって、メーカーではツイストと呼んでますけど、気流をこう発生させて、より集中して、空冷対象物を冷やすことができるということになっています。一方、こちらは従来から販売していたハイスピードファンです。まあ、よく見るこうモールドが入ってますね。そういうタイプになっています。またもう一つの外観の特徴としては、ケースが、強度アップを果たしているという点です。こちらが新しいもの、でこちらが従来のものです。モールドがなくなっていて、もう触ってもかなりこう強くなっているのがわかります。そしてちょっとわかりにくいんですけども、こちらはファンの裏側、空気がこう入っていく方ですね。その周り、この円形状のこの部分が丸みを帯びてます。触るとわかるんですよ。角がないですね、ここに。メーカーによると、こうすることによって、空気がスムーズに入っていき、より多くの風を通すことができると言っています。従来型のハイスピードファンは、この部分は角が立っています。ぜひ、お手に取ってここは確認してみてください。また、分解しないとわからないところなんですけども、これはファンの部分ですね。扇風機の羽の部分です。これを分解しますと、中にマグネットとモーターのコイルが見えます。これが実際まあ回転するわけですけども、この周りのマグネット、これが従来のよりもかなり薄くなっています。これによって、他の磁力の影響を受けにくくなって、モーターの回転数がスムーズ、回転がスムーズになるということです。例えばこのようにモーターを冷やすとき、ブラシレスモーターの中にはかなり強力なマグネットが入っています。そこにマグネットを同じく持つファンを置きますと、こちらの磁力の影響を受けてしまって、モーターのファンの回転ですね、スムーズにならない時があるようです。そこで新しいファンではマグネットを薄くして、モーターからの磁力の影響を受けにくくしています。磁力が下がると、回転数が、ファンの回転数が下がり、風力も落ちるかと思われるかもしれませんけれども、最初に申し上げた、ここですね、このモールドで、ツイスト、気流を流すことによって、これまでと変わらず、さらに効率よく、対象物を冷やすことができるようになっています。はい、それでは次に実際にファンに、電流を流して効果を確かめてみたいと思います。今回風を視覚化するために付箋紙をこうやって切り目を入れてですね、風がこう通るとこうなびくようなものを準備しました。これで、皆さんに風力をご覧いただきたいと思います。今回実験のために電源電圧のボルトは約8ボルトに設定しています。それでは見てみましょう。まずこちらは従来売っていたハイスピードファンです。まずね、音が違います。かなり高回転で回ってるのが分かると思います。止まってます。これをこちらに置きます。まあ、このぐらいですね。一方、新しく発売されたファン、こちらを回してみます。音が静かになってるのが分かると思います。おそらくですけど、これは中に入ってるマグネットが薄くなっていることによる影響だと思います。それでは同じように置いてみます。ただ風力自体は、変わってないように思います。この付箋のなびき方ですね。はい、それでは次にこの付箋に切れ目を入れたもの、これを使ってファンの風の流れを見ていきたいと思います。よく空冷の対象物となるモーター、これと大体同じ高さになるようにしています。それではまず従来のハイスピードファンから見てみましょう。電源の電圧は今回8ボルトですね、なるようにしています。それでは従来型のファンを置いてみますね。
面白いのはですね、このファンから来る真ん中、ファンの真ん中ですね、意外と倒れてないんです。そしてこの幅ですね、影響を受ける幅もファンの幅よりも広いですね。今風がこう飛び散っている、なおかつ真ん中には意外と当たってないということがわかります。次に新しく発売されたファンを回してみます。そうしますと、まず真ん中にも風が かなり当たっていることがわかります。そしてこの幅ですね、幅も従来のものに比べて狭くなっている、集中して風が当たっているということがよくわかると思います。ここから流れてくる空気に気流が生まれて、集中して当たっているという効果が見て取れます。